あの短く音ネタを我々もやった方がいいんじゃないかと思いついたのがミッションインポッシブルだけだっていうことですね。そうそれでじゃあ大倉さんあのベース音だけやってみますか。うんと。

え、今始まってます。あ、そうなんだ。あの、逆にしてもいいんです。自由時間かと思った。あの、今と、取っちゃったんで。うん。仲良し自由時間。今のこ、ちょっと、ちょっとご意見を。あの、今の。勝手なボイパのとこから、急に番組始まった方がいいか。タイトルコールあって。ボイパにしましょう。今撮ったところを、むしろ、ボイパからにしてみましょう。ちょっと秋山さんっぽくていいです。よねそうですね。ということで。 えー、なんですか <laughs> タイトルコール言ったっけ今はい。アミさん言ってくださいおはようございますあるいはこんにちはもしかもこんばんは山崎あみです今週も今日がウローってコンテンツをお勧めしていきます <laughs> 私は大倉さんとジャガメガネです大倉ですジャガメガネですということであの、えー、急に皆様びっくりさせてしまいましてすいませんウロリコのメンバーもですねはい。たまにはあの音、うん、ネタぐらいやってみたらいいんじゃないかということで今ミッションインポッシブルをなんちゃってでお送りしましたすごい、ねえー、今 合流してから本当一分ぐらいで始まりましたよね。やればできるんだということでね。ということで阿部さん。できてるの。はい。いいんです。はい。いいんですよ。トライトライはしたぞということでですね。今回阿部さんあのゴク女子の方からですねちょっとお紹介させていただいてよろしいですか。はい。お願いします。はい。えっとはい今日紹介するのは。 週刊少年ジャンプで人気連載中の漫画「うん、逃げ上手の若君」ですす初めてて聞いたテレビアニメ化が決まってるそうでお話は足利尊氏たちが鎌倉幕府を滅ぼすところから始まる歴史をたどるお話で、はいうん、主人公はこの滅んでしまった鎌倉幕府の正式な後継者。 でこの時に家族も殺されてしまってすべてを失ったまだ9歳の北条時行、はあ、この表紙のお目目がくりくりのは,あ、はあ、はい子、はい、が9歳だったかちょっと不安ですが <laughs> まあそれくらいだったと思いますが、えー、鎌倉を敵討ちというか鎌倉を奪還を目指していく物語です。<ー> 北条何がしてたくさんいますし北と時行って誰だっけってなると思うんですけれどもそこはもう心配がいらなくてですね大丈夫ですかはい知らなくていいというか多分普通知らないんじゃないかなって歴史の教科書にも一回出てくるか来ないかくらいというふうに公式も言っていてあれじゃ歴史得意苦手な人でもこれ楽しめますもちろんそれがもう大前提でもんか歴史ものだということは あの一旦忘れていただいて大丈夫だとありがたいと思います。ありがたい。はい。で、あのえー、そうですね。 何をした人かっていうのは北条時行はじゃあ作品の中の言葉を借りて言うとこの潔く死ぬのが当たり前の時代武士の時代なのでに何が何でも逃げ回って天下人の首を狙い続けた神出鬼没の侍王子ていうふうに言われてるんですけど本当にいたんんでですすかそそう、う本当にいたよ。なんです。 何回もこの「鎌倉奪還」にトライをしていく人物として本当にいるんですけど、えー、っていう。で作者がですねあの暗殺教室や「えー、魔人探偵能神ネウロの、えー、松井雄生さんなので、うんえー、なんですかねこの王道のジャンプ友情努力勝利っていうよりかは友情なんか特殊能力時々勝利みたいな、うん、<laughs> 感じの。 なんですよねで今回はそのタイトルにもある通りそり特殊能力っていうのが天性の逃げ足の速さ、うん、もうとにかく速い。 うん、子供の頃から <laughs> なんかちょっとあのマ,ッシュルマッシュルに似てるなっていうあ<ー>私あの王様ランキングもちょっと通ずるとこあるなと思って体力だけでもうこの一点突破型みたいな感じでそうですねまさに王様ランキングみたいな感じかもしれないです。でその鬼ごっことかかくれんぼが子供の頃からすごく得意で、うん、その弓の稽古とかが嫌で2日間箱に隠れて騒ぎに。 なるくらい、えー、なのでこう崖から敵軍の中にこう突き落とされても,もうひょいひょいひょいョイヒっていうふうにまたもう一回崖に上がってくるというようなくらいの不思議パワーが備わってるんですよ。なので歴史漫画じゃなくてもう少年漫画っていう感じでなんですよね。で、えっと、この来るべき戦いに備えて仲間をどんどん増やしてあの増やしながら。 鍛えてかく、えー、まってもらってる諏訪の土地で悪党の侵略を阻止したり、うん、いろんな戦いに加勢していくんですけど、うん、この正々堂々と戦って死ぬっていうのではないので、うん、こう逃げて生きるためにはちょっと小嚼なことというか、うん、ちょっと小賢しいことを、あのー、していくんですよ。うん、でそれが今回はどんんな風に逃げるんだろうっていうちょっとワクワクしていきます。 この辺の表紙が仲間なんですけど仲間もみんな同い年くらいで<お>子供なんですよ。<ー>すね、はい、この剣豪の小次郎とか、うん、こっちが怪力少女の綾子ちゃん妹キャラでちょっと神秘的な力を持ってるしずくちゃんなどなど。うん わあぱじ力系好きですいやでっかいんですよこのあやこちゃんちょっと同い年なのに体がちょっと大きくてででいすよねこれはちょっと大きすぎい表紙演出なんですけどこれはなんですよで子供たちなので子がそが大人の鼻を明かしていくというかちょっと説得していくっていうのもちょっと気持ちいいですねなんか。 子供の時によったらもんうん、に読んだらもっと気持ちよかっただろうなっていう感じもあります。うん、でもその、うん、結構ギャグ満載なんですよ。これあみ、えー、さんも来ちゃったのイラスバカ力とギャグと, <laughs> と,ャグとこれはあれですね。このさっき言ってたこの調子で味方を増やそうと死にたがる部将を生きたがらにして仲間にしていくんだっていうような感じで絵とかも可愛い,い。可愛い,いね。これはさっきのギャグのページに。 <laughs> こういう感じでなんか歴史漫画っぽくなくないですかで<も>本当だ歴史っていうとんか亜美さんが引き,引きそうな気がしてたんですよめっちゃギャグ漫画やあそうなんですよで手を突っ込んでる絵もかわいいしそうですよねへえあ面白そうなんかウェブ上に一巻の途中までかなんか無料で読めたんですよでも、うん、まだそこまでしか読んでないんですけど楽しいですねこれねいやいいですよねうんめちゃめちゃ楽しい私の推しは あの仲間になった藤木藤木くんという二刀流の軍師なんですけど藤木さんはちょっと年上てるかなこれかっこよくないですか。あ好きそう。<laughs> 好きそう。これなんか前髪長い系好きそう,です、ね、そ,うそうなんですよね。<laughs> でも、ちょっと、くしんぼで。ああ<ー>。嬉しそう。<laughs> めっちゃ嬉しそう。<laughs> ハウルとかも好きですよね。ハウル、めっちゃ好き。ですよね。<laughs> れれなんかわかる。そうだ、この間いなかったから。うん、その話した時。あ、そかそ、そか、そか。あるさんが、ね、あの、好きな。 ジブリの映画の話とか質問にあって知ってたんですけど、その時お会さんいなかったから、そうですね。私めっちゃハードルオシです。超ハードルオシです。わかりやすい。把握されている。そうなの。嬉しい。あ、そうです。で、まあとはいえ歴史ものっていうのもえっと魅力でもちろん、でそのきっとみんな歴史の授業ではその足利が氏とか足利が 足利家がどうやって室町、まあ、幕府を整えていったかっていうのを、うん、こうテストのために勉強したと思うんですけど、うん、このその時にはこう裏切られて、うん、負けた側の周りの人みんな殺されながら敵討ちに臨んだ、うん、こう少年もいたんだぞっていうのに思いを馳せて、うん、この少年どうなっていくんだっていう、うんえー、楽しみ方も。 できるし、もちろん歴史に詳しくてもそうすると今度は最後が分かってるわけですから、そうなんですよ。歴史と通じるところもあるんですね。そうです、通じてます。で、そういう歴史に詳しくない人も詳しく歴史好きな人も詳しくない人も子供も大人も楽しめる。いや、はい、すごい老若年よ。全員が楽しめる作品となっております。はい。 いいいですすねこれおすすめでございますあとなんかこの漫画の最後に解説があった本郷和人さんが書いてらっしゃるんですけど何の解説歴史の解説を書い,、ね、いてらっしゃってでこのなんか主語とか告示って何みたいなめちゃくちゃ真面目なでも,あ,<ー>でもあのでも子供が読んで分かるように書かれてででなんかちょっと。 なんか歴史とは違うことも書かれてたりはするんですけど、うん、そういうのとかはちょっとツッコミというかうこういうフォローを入れたりとかてて、えー、でトでここまではそうだけどここは違うみたいなのも,あ,もあるんですよ。えー、でもそこの難しいところは読まなくても絵がかわいい。<laughs> あれですよね。最近アニメ化が発表されたことで、なんか来年みたいなこと書いてある、本当ですか。楽しみでございますね。ということでアニメの方も絵が可愛かった気がしますけど、ちょっとち違いますね。アニメは絵柄が感じでということで、大クラ女子からのもう一回最後タイトル言ってもらっていいですか。はい。逃げ上手の若君という漫画でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ戦いの時がやってまいりました。はい。すごい。 たびさん、ほらが言ってもらっていいですか。<ー> <laughs> か音がもう割れてるから。<laughs> <laughs> 遠明にや。<laughs> <laughs> あ、いい感じ。いい響きでしたね、今ね。ということで、タイトルコールをお願いいたします。口ひきま。タイトルコール。<laughs> えっと、なんだっけ。気持ちが前のめりすぎる、ね。山崎あみの、ザファストテイク、オリジナル早口言葉。 えー、大倉さん、ちょっと気になる戦績今何でした？はい、えー、17勝20敗1分け。あ、なかなかね,ね、ちょっとお腹空いてきたから。お腹空いてきた。<laughs> できるかな。六本取りですか。す最近の、ね、前もって言い訳することが <laughs> 言い訳。六本取りなんで。インアドバンスということで,です。<laughs> たくさん喋ったし、<laughs> 朝も水泳やってきたしな。<laughs> なんだよ性格悪いなこの人。<laughs> それでは阿部さん、口引いてください。できます。 はい、じゃ、あ何を引いたか、こちらにまず、見せていただければと思います。これはね、簡単そうに見えて結構、どうですか、奥さん。ぱっと見意味はわかる。そうですね。意味はわかりますね。すごい、なんか、すごい。なんか書き込んでる。線線じゃないもの。何、書き込んで。嘘、本当に。何してくれてるの。はい。じゃ、あアミさん、このザファストテイク。ない。 三十九戦を迎えております。はい、よろしくお願いいたします。くり抜きにくいにくきくり切り株。あ、いけそう。おめでとうございます。ある。 えこちらはくりぬきにくい、にくきくり、切りかぶでございます。何この K N N K？く <laughs> <laughs> りぬきにくい、にくきくり、くりかぶ。ああなるほど。今言えてなかった。いけて言えてたよ。くりかぶってたし今。く <laughs> りぬきにくい、にくきくり、切りかぶ。ほお<ー>ああ。本当に歌がありそうな感じがしてきました。あれ大倉さんちょっと今。今な<何>ん<え>何になったこれ？これで十八、えー、章を二十。 ああまた二つ差に戻してしまったか <laughs> もうこれは来週まで何も食べずに挑みたいと思ってます <laughs> おかしいだろ来週じゃないから次回までということで,です、ね、焼き肉だないいでしょ別に全然逃げも隠れもしないですけどね<ー> これそう簡単にこの2つがねひっくり2つ言っても、まあと1つですからね3つ勝たないといけないからね、うん、もう次から呪文みたいなやつしか出てこない <laughs> 確かに <laughs> どんどんレベル上がりそう本気のやついじわるせないやいや,いや,いやそんなことないですよ、うん、もう私は本当に焼肉をおごりたくてしょうがないんですけど、ね、そつけこの本当に成功してほしいっていうふうに思ってますけどね、うんうん ちょっとねあんみさんのアドリブの回ですねこれは、ねはい、はい、あ確かあそうですね永遠のエンディングエンディング,ンィングうん,グ、うん、うんと、うん、なんだろう何かあったっけな今は まあ、あ、あ、あれでか。早い。はい、皆さん今回もうろっていただきましたでしょうか。じゃあ大倉さんあれお願いします。はい、えるりこは YouTube でも最新回の音声を聞けます。そして Instagram、TikTok、Q、Twitter、Next と系列もやっています。はい、チャンネル登録やフォローしていただけたら逆線が上がります。逆漫画の番で。嬉しい。シンプル。はい、ぜひぜひ登録お願いします。では次回も聞いてください。お相手は山崎亜美と大倉とジャガメガネでした。今日もうるうるっとした一日をお過ごしください。バイバイ。